2023年9月28日、台湾南部の高雄市内にある台湾国際造船において、台湾が初めて自主開発して建造した海軍海鯤級通常動力型潜水艦の、1番艦の進水式が歳費で文総統出席のもとで執り行われ、新型潜水艦が正式に海鯤と命名されたよ。艦首が中華民国台湾国旗で覆われた海鯤の前で歳費で文総統は、歴史はこの日を忘れないだろうとした上で潜水艦の自主建造はかつて我が国においてはミッションインポッシブルとみなされていたが、今日我々が独自に設計建造した潜水艦が皆の目の前にあり、我々はミッションを成し遂げたのだと語ったようだな。さて今回はそんな台湾の新潜水艦である海鯤の建造に日本が関与した可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海鯤は2020年11月24日に国有造船会社の台湾国際造船で寄港されていたもので、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻建造する計画として、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされているよ。今回進水した海鯤は今後、偽装工事が進められて各種の海上試験などが実施された後に台湾海軍に収益することになるが、その時期について歳費で文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声も上がっているみたい。海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦に対する命名規則に則って海プラス動物名とされ、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものなんだ。海鯤は全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありで、国産とはされているものの戦闘システムはアメリカ合衆国のロッキード・マーティン製のものが採用され搭載されているほか、魚雷もロッキード・マーティン製のものを調達する予定であるというぜ。台湾海軍では現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有して運用しているが、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しい海虎でさえ1988年に就役していてその艦齢は36年に達しているな。このシャチは現時点の台湾海軍では虎の子とされている海琉球通常動力潜水艦の2番艦で、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートル、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射艦からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされて現在においても通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の潜水艦としてその全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばず、中国軍の哨戒能力でも探知が可能と見られていてさほどの脅威とはなっていないんだ。この海流級潜水艦はオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦の改良型で、台湾海軍は当初スフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、中国がオランダ政府に対して購入を阻止すべく強烈な外交圧力をかけたことによって、わずかに2隻のみの購入で終わってしまった経緯があるんだよね。その他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦に至っては、いずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたもはや骨董品ともされている存在なんだ。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 の艦体に、533mm 魚雷発射艦を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からに歪みがあることが発覚したた。
金属疲労が随所にあることなどから水深20までしか潜れないとの噂が挙げられているな。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン水中排水量2415トン全長95全幅 8.3 メートルと海市ほぼ同じ大きさがあり、兵装も533メートル魚雷発射管10門を備えているが、現代の潜水艦では装備されていない5インチ砲 40mm 機関砲、20mm 機関銃が艦上に装備されたまま運用されていて、全近代的な潜水艦として海市と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと見られているぜ。このように台湾海軍の潜水艦は海流級2隻はまだしも、アシカとアザラシの2隻は寛令80年近くにもなることからとても戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないんだ。近年、イギリスから返還され一国に制度を約束していた香港をほぼ自国に飲み込んだ中国は、次は台湾とばかりに外交的及び軍事的な圧力を強めていることから、台湾では中国本土との間に横たわる台湾海峡の防衛における抑止力として、最新鋭の潜水艦必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国各国は主要貿易国である中国との摩擦を懸念して台湾への売却を拒み、台湾支援を表明しているアメリカ海軍では売却可能な通常動力潜水艦がもはや存在していないため、欧米や日本の潜水艦技術導入によって自国での潜水艦建造を計画することとなりその準備が進められていたね。この潜水艦建造計画では2500から3000トン級の通常動力潜水艦が計画されていたものの、それらを建造した経験のない台湾の造船業界にそれだけの能力があるかどうかは未知数であったことから、計画通りに8隻が揃うのは2030年以降になるのではないかとの見方もあったんだけど、2023年中に一番艦ウミコンが浸水したことからそこまで遅延しないであろうとの見方も出ているよ。これには潜水艦の建造技術を持つ、少なくとも7カ国の海軍及び軍需産業関連企業などが台湾を支援しているものとみられ、先に述べたアメリカのロッキード・マーティン社の他にイギリスの企業もまた支援したとの情報があるほか、カナダ、韓国、オーストラリア、インド、スペインの5カ国から技術者、元海軍士官などを雇用したとロイター通信などが報じており、台湾のシンクタンクは潜水艦建造技術のうち6割は台湾独自のものだが、4割は欧米などからの技術輸入に頼らざるを得ないと指摘していたみたい。ただ、アメリカが台湾海軍に提供する魚雷ワンク48モドロク AT と呼ばれている高性能の大型魚雷で、中国海軍の空母や揚陸艦などの大型艦を撃沈する能力があるものの、オーストラリアやオランダに輸出されている最新タイプよりは旧型であり、このことをアメリカが中国を必要以上に刺激することがないように配慮しているのではないかとの見方があるな。また、海コンでは X 舵が採用されているが、この X 舵はそれまでの潜水艦の多くが採用している十字舵と比べて、舵の面積が広く水中運動性に優れているほか、待ち伏せ攻撃などで着底する際や岸壁に接岸する際に舵を損傷する可能性が低いことなどがメリットとされているぜ。日本の海上自衛隊の主力潜水艦においても双流型と大鯨型にこの X 舵が採用されていることから、台湾の潜水艦開発に日本が関係しているのではないかとの噂が出ているんだけど、X 舵についてはそれ以前にスウェーデンで採用されるなどしていて、日本独自の技術ではないんだよね。また日本が支援したとするもう一つの根拠として、海コンの浸水式に日本の中台湾機構である日本台湾交流協会台北事務所の岡島博之副代表が出席していたことが挙げられているぜ。日本の代表ところのメンバーが、台湾の武器の引き渡し式典に出席した前例はない。そのため、日本の企業が台湾の潜水艦自主建造に何らかの協力を行い、それを日本政府も容認したのではないかというんだけど、これについても西側諸国が台湾を支援していることをアピールするためにアメリカ側から出席を要請されただけとの見方もあり、
日本が台湾の潜水艦建造に深く関わったとする証拠にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。日本の海上自衛隊潜水艦隊は横須賀に艦隊司令部が置かれ、呉の第一潜水隊群と横須賀の第二潜水隊群に分かれ、通常動力型潜水艦22隻が所属していて、その内訳は親潮型潜水艦8隻、他に2隻が練習潜水艦に艦種変更と、双流型潜水艦12隻、そして最新鋭の太平型潜水艦2隻が運用されているよ。なお、太平型は2023年12月時点で3番艦と4番艦の2隻が浸水して偽装中で、さらに2隻の建造が開始されているらしい。さて今回はそんな日本の潜水艦にカナダが興味を持っている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の潜水艦は潜水艦の性能を示すのに最も重要な静粛性に優れていて、通常動力型潜水艦の中でも世界トップレベルとの評価があるほか、双流型の11番艦東流と12番艦欧流には、潜水艦に最適な性能を持つ高出力電池のリチウムイオン蓄電池が搭載され、世界中の注目を集めているよ。防衛省では、2014年4月1日に策定された防衛装備移転三原則に基づいて、これまでその運用が自衛隊だけに限られていた装備の輸出を図っていて、旧式で老朽化が問題となっているコリンズ級潜水艦の後継潜水艦の選定を進めていたオーストラリア海軍に対して双流型潜水艦の売り込みを図り、一時は採用される可能性が高いとする情報が出るなどして日本国産の潜水艦が初めて輸出されることに期待が膨らんだね。しかし、双流型の導入を支持していた当時のアボット首相が退陣して、ターブル首相に交代するなどのオーストラリア政治情勢の変化に加え、日本がオーストラリア現地での製造や機密技術移転に消極的であることや、兵器の国際共同開発経験が乏しいことなどが懸念材料として受け止められたことなどから、2016年4月、フランスのシュフラン級原子力潜水艦をベースにした通常動力型潜水艦アタック級が採用されたぜ。ただ、このアタック級についてはその後、建造を担当するフランスのナバルグループの対応が鈍いことなどによって契約が破棄され、オーストラリア政府はアメリカ、イギリス、オーストラリアの間で締結された安全保障協力オーカスの創設に合わせて、アメリカとイギリスがオーストラリアに原子力潜水艦の技術を供与する取り決めが交わされたことを明らかにしているってわけだ。このように、せっかく防衛装備移転三原則に基づいて防衛装備品を輸出することで、高い製造コストを下げようとしていた防衛省だったが、ここまでフィリピンへの対空レーダーの輸出契約が成立したくらいで、完成装備品の輸出は進んでいなかったんだ。そのような状況下に、カナダ海軍が運用しているビクトリア級通常動力型潜水艦が老朽化したため、後継艦種の検討に入り、海上自衛隊最新鋭の太平型に興味を示しているとの情報が飛び込んできたんだ。カナダ海軍では2023年12月時点においてビクトリア級通常動力型潜水艦4隻を運用しているよ。この潜水艦はイギリス海軍が1990年代に運用していたアップホルダー級通常動力型潜水艦で、2000年にカナダ海軍に売却され、ビクトリア級として再収益させていたね。基準排水量1870トン水上排水量2185トン水中排水量2400トン全長 70.26 メートル。全幅 7.6 メートル、喫水 5.5 メートルの大きさで乗員は48人、水上最大速力12ノット、水中最大速力20ノット、潜航深度200メートルと、能力的には大きな問題はなさそうに見えるが、4隻ともそれぞれ艦齢が40年近くに達しているため様々な不具合や事故を起こしていて、四空機には2004年10月5日にアイルランド沖で乗員1名が死亡する火災事故を起こして航行不能となり長期の修理が必要となったほか、ウィンザーは2005年10月30日に潜航中に火災を起こすなど、その運用にカナダ海軍が苦労していることが伝わっているぜ。
そのためカナダ海軍では後継潜水艦の導入計画であるカナダ哨戒潜水艦プロジェクト CSRP が、2021年に立ち上げられて艦首選定を急いでいることが明らかとなり、日本の海上自衛隊潜水艦が候補の一つとして挙げられているらしい。伝えられている情報によると、カナダ海軍では大西洋と太平洋にそれぞれ潜水艦2隻ずつを同時に稼働させて警備展開する必要があるとされ、艦隊の整備や乗員の休養や訓練などのためのローテーションに配慮して、通常動力型潜水艦を最低でも8隻が必要とされているね。しかし、近年ではカナダの北の北極海においてロシア海軍と中国海軍の原子力潜水艦の活動が活発になっており、カナダ海軍は北極海において潜水艦による作戦能力の向上が早急に必要とされていて、可能であれば12隻の導入を考えていると見られているな。そのカナダ海軍が次期潜水艦に求める性能所言として伝えられているのは、ディーゼルエンジンと発電機にバッテリーなどからなる通常動力のディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であること、優れた長距離航行性能を持つこと、北極海においても運用可能であること、そしてアメリカ軍が運用している魚雷などの兵器及び戦闘システムの搭載が可能であることなどだぜ。これらの条件に当てはまる通常動力型潜水艦として、海上自衛隊の対艇型潜水艦が有力であるとする見方が浮上していて、カナダ海軍協会 NAC が刊行している海軍専門誌スターシェルの2023年冬号において、カナダ海軍の次期潜水艦候補の一つとして、対艇型潜水艦が挙げられているってわけだ。海上自衛隊が導入している対艇型潜水艦は基準排水量3000トン全長84メートル全幅 9.1 メートル喫水 10.4 メートルで、ディーゼルエレクトリック方式としての蓄電池は総油型の、11番艦応油と12番艦応油から搭載されているリチウムイオン蓄電池だね。このリチウムイオン蓄電池は、これまでの鉛蓄電池と比べると潜水艦への搭載において様々な利点があるよ。乗員にとって害となる水素ガス発生の危険がなく、鉛蓄電池の2倍以上の重量容積あたりのエネルギー密度と 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、さらに満充電になるまでの時間が短く、放電による電気容量の低下が少ない上に効率放電を長時間持続できるなど、潜水艦用の蓄電池として多くの優れた特性持っているんだ。また、艦隊の外観上の特徴としては総油型と同様の X 字型が採用されていることが挙げられ、この X 字型舵は潜水艦の舵として多くの利点があることで知られているな。これまでの潜水艦の舵は艦を回答させるための垂直舵と、水中で艦隊の姿勢を制御する水平舵が2枚1組になって十字型となっているのが一般的で、この十字型舵では上下2枚と左右2枚がそれぞれ連動していたものを、X 字型舵では4枚の舵が独立して動き、それぞれが回答と姿勢制御の役割を担当することになり機動性に優れているというよ。さらに、十字型舵では垂直舵か水平舵が損傷した場合、連動している2枚が共に動かなくなってその役割が失われてしまうことがあるが、4枚が独立して機能している X 字型舵では1枚が損傷しても残りの3枚でカバーできることも大きな利点だな。また、潜水艦では海底などに着底して敵を待ち伏せすることがあるが、その際に海底に着底することで下舵が損傷する可能性があるほか、港に接岸する際に左右の舵を岸壁にぶつけて損傷する心配がないぜ。そして、艦隊の垂直軸と水平軸に対して45度の角度で装着されていることから、艦隊の幅からはみ出すことなく、舵面積を十字型舵より大きくできるため潜航時の機動性が 30% 上昇するとされているらしい。それほどの利点があることが知られていながら総油型まで採用が見送られてきた理由は、4枚の舵を独立して操作することが難しかったためなんだけど、近年の電子制御技術の発展によって総ダインが、ゲームで使うようなジョイスティック上の操縦桿による操作が可能となったんだ。なお、対艇型潜水艦では艦内の居住性が大きく改善されていて、
女性の陸民を想定した専用居住エリアが設けられていて、専用シャワー室や寝室が完備されているぜ。さらに日本とカナダの間で現在、軍事関連の情報漏洩などを防ぐ情報保護協定締結に関する協議が進められていて、これによって日本製潜水艦の機密情報などが守られるとされ、このこともカナダ海軍の次期潜水艦の候補に対米型潜水艦が有力であるとする根拠となっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛装備庁では2023年8月から、将来の電子戦において有効とされているスタンドオフ電子戦機の開発に着手しているよ。スタンドオフ電子戦機とは、スタンドオフレンジ妨害対象の脅威の対処可能圏外から強力な電波を発信することによって、敵のあらゆる電波を妨害し、レーダー施設などを無力化することによって自衛隊の航空作戦の遂行を支援する航空機のことで、現在の航空自衛隊においては、電子戦訓練用として中型輸送機 EC-1 や、ターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を保有し運用しているぜ。今回はそんなスタンドオフ電子戦機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、これらの電子戦機の機体には突き出したコブのようなアンテナフェアリングが複数装着されていて、EC-1 の場合は機首にも装着されているため、カモノハシのくちばしのような異様な外観が特徴となっているね。現時点ではこれらの訓練用電子戦機は埼玉県にある入間基地を拠点として運用されているんだけど、その任務の性格上秘匿性が極めて高く、装備や任務については一切公表されていないんだ。そもそも電子戦機エレクトロニックウォーフェアエアクラフトとは、電子戦を重視して設計装備された航空機のことを指し、その開発には高度な電子情報技術の集積が必要となるため先進国の一部しか保有していないぜ。それらの国の中でもアメリカがその開発と配備において頭が飛び抜けて充実しているのであるが、その理由として考えられるのは、軍事用電子機器の大半が、アメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を維持するためとされているってわけだ。現在の電子戦は、電子攻撃 EAACM、電子防護 EPECCM、電子戦支援 ESESM の3領域に分けられているが、これらの3領域のうち、電子防護についてはレーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策が主となっているよ。そのため、ハードウェアとしての電子戦機は電子攻撃ないし電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体については、電子対抗手段 ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器 ARW を主とする SEAD サプレッションオブエネミーエアーデフェンス的防空網制圧機が存在するんだ。その一方で、電子戦支援を重視する機体については電子偵察機と通称されるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する SIGINT、シグナルズインテリジェンス通信電磁波信号など、主として傍受を利用した諜報活動にも用いられているぜ。その他、味方のレーダーへ意図的に妨害をかけて訓練時の電子戦環境を演出する電子戦訓練機も存在していて、自衛隊が運用しているのはこれらの機体と見られているな。また、電子戦機の大半は航空自衛隊と同様に輸送機などの大型機を改造したものがほとんどであるが、戦闘機の行動に随伴できる電子戦機エスコートジャマーもあって、アメリカでは F-16 ファイティングファルコンをベースとした、F-16CJ や、FA-18 スーパーホーネットをベースに開発された EA-18G グラウラーなどを保有しているほか、ロシアもスホイ 24MP、スホイ 30MK、スホイ 34 などを保有しているらしい。2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略戦争においても対ドローン対策などにおいて電子戦の重要性が伝わっている中、近年においては電子戦が重視されていることから専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されていることが多いんだ。特に敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えているとされ、
その他にも対潜哨戒機なども電子戦支援が重要視されているね。それ以外の戦闘機などにも、自衛用の ES 装備であるレーダー警報受信機 RWR は概ね搭載されており、ミサイル攻撃から自衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種が開発されて運用されているぜ。今回防衛省が計画しているのは航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機で、そのための開発費として2023年度予算において83億円が計上されたよ。そのイメージ図が公表されているんだけど、それを見ると機種に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC-1 と同じようなカモノハシのくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに2020年から開発が始まっていて、今後はそれらの実装試験が進むものと見られているね。防衛省ではこの C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、岐阜県各務原市にある航空自衛隊岐阜基地に配備するとしていて、同基地にこれら4機を運用するための専門飛行隊を編成するものと見られているんだ。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と川崎重工業が、それまでの C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体で、2016年6月から運用が開始されていて、現在まで24機他に試作機2機が配備され22機の製造が予定されているよ。その初舷は乗員3名操縦士2名ロードマスター空中輸送員1名で、その他に補助席に2から5名と貨物室210名を搭乗させることができるぜ。全長 43.9 メートル全高 14.2 メートル横幅 44.4 メートル横面積240で、貨物室の大きさは縦 15.65 メートル×幅4メートル×高さ4メートルランプ長 5.5 メートルとされ、主翼は機体上部に装着された後翼機だな。空挙重量69トン有効搭載量32トン 2.5G、36トン 2.25G 基本離陸重量120トン最大離陸重量141トンの搭載能力があり、GE アビエーション CF680C2KHF ターボファンエンジン2機によって、最大速度マッハ 0.82 巡航速度マッハ 0.81 航続距離 9800km 積載0トン、7600km 20トン、5700km 30トン、5300km 32トン、4500km 36トン実用上昇限度 13100m、着陸滑走距離 2300m 最大離陸重量時最短離陸滑走距離 500m の性能を持っているらしい。すでに入間基地に配備されている C2 輸送機の試作2号機を改造した電波情報収集型 RC2 については、現在運用されている4機の IS11EB 電子測定 ELINT 機の後継機種として開発が進められているもので、これらには防衛装備庁が開発している将来電子測定機搭載システム ALRX が採用されることになるってわけだ。スタンドオフ電子戦機については、事業として達成すべき次の3つの目標、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立開発コストの低減が挙げられているよ。これまでに先行させていた技術研究関連事業として戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置、JAL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、これらの成果が活用されるものと見られているね。これら電子戦機については、国際的に見ても一般に極めて取得度の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについては極めて困難であるとされており、それと同時に電磁波領域は近年の戦闘において、戦略戦術面で重要視されていることもあり、防衛省では自前による開発を実施することが決定されたみたい。ただ、3つの目標のうちの開発コストの低減については、その対策として2014年にこれまでの武器輸出三原則から防衛装備移転三原則へ移行したことによって諸外国への売り込みが図られていて、
川崎重工業では2016年に C2 の輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアら約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて諸外国政府の需要調査を進めており、アラブ首長国連邦 UAE や西側諸国ではニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいというぜ。政府は UAE を重要な輸出国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、その UAE は2023年1月、韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うと発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明らかになっているな。このことで UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。